どうもこんにちはイラスト講師のインです。今日はですね、俯瞰の顔の描き方をポイント解説していきます。ポイントはですね、俯瞰顔はなんかこう、ぐわっと縮まるというところがポイントなんですけど、ぐわっと縮まるとはどういうことなのかと言いますと、ポイント2つございまして、まず1つ目がですね、縮まるってどこになるのかって言ったら、顔のパーツがぐわっと縮まって見えるということです。あの注意点はですね、 比率は変化しないですよということですこれ後で解説していきますここのぐわっと縮まるのはここですよねここがぎゅっと凝縮するよという感じですのし還元だぞっていう感じですねはで逆にですねここが縮まって見える分こっちの方ですね2つ目のポイントなんですけど頭っていうのはですねここ大きく見えるんですね まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど上から覗き込んでる構図になってくるので頭っていうのがよく見えるぞということになってきますまずは大前提ですねこの2つをきちんと押さえていただくと俯瞰顔っていうのは描きやすさが増すかなとは感じますそれでどうしてですねこんな感じで顔のパーツがギュッと縮まって見えるのかっていうことなんですけどもまあ例えばですよ まあこういう人がいるとするじゃないですか正面の人ですよねそれでこの人が俯瞰になった場合ってどうなるのかって言いましたら上から覗き込んでるっていうことになるのでこんな感じでパースがこうやってかかるんですねこう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 こんな感じこの人とこの人って同じ人なんですけども こっちが俯瞰顔でこっちがまあ角度がついてない正面の顔ということになってくるわけなんですね。そんでもってですよこの正面と俯瞰の状態の時の比率見てみるんですけどおよそですよ眉毛とまあ鼻の頭っていうのがこれぐらいですと。そんで鼻から口までの距離感。 赤で描きまましししょょううか、まあ、これぐらいとしましょうそして最後に口から顎までの距離感、まあ、これぐらいっていう感じですよねそして今度は俯瞰顔の人の顔の距離感なんですけども眉毛から鼻までの距離感これぐらいですよとそして次に鼻の頭から口までの距離感これぐらいですよと。 そして最後に口から顎までの距離感これぐらいまでですよという感じですねそして正確な比率はまあざっくりで取っていないんですけども、まあ、正面向きの人のですよ比率ちょっと見ますけどもまず眉毛と鼻の距離感が一番長いですよね一番長いで一番としておきましょうか そんでもって、えっと、口から顎までのこの距離感これが2番目に長いんで2番としておきましょうで鼻と口の距離感これ3番目に長いんで3番目としておきましょうそして俯瞰の顔のこの距離感見ていただきたいんですけど比率は変わっていないんですね やっぱり一番長いのは眉毛と鼻の距離感ですし2番目に長いのは口と顎の距離感ですし3番目に長いのは鼻の頭から口までの距離感っていう風に比率は結構ここの俯瞰になった途端にここの比率がまるで変わっちゃって顔を描いちゃったりする方意外に多かったりするんですわこれがですよ 比率が変わってない俯瞰の顔の状態なんですけどもなんか俯瞰って言ったらものすごくこう花が長くなって鼻と口の距離感がギュッと縮まるような感じがあるからもうちょっとちょっと鼻長くしちゃって。 で口と距離感を近づけちゃってあと俯瞰つったらなんかイメージとしてはここの顎がものすごく見えにくい感じを私はするからちょっと顎を短くすると俯瞰っぽく見えるかなっていうことでめっちゃこう顎ですよギュッと縮めるような感じで書いちゃうとあの比率が変わっていっちゃうんですよね。 こうやってやっていっちゃうと、まあ、確かにパッと見あの簡易的な顔なんで俯瞰顔には見えるんですけども比率が変わっちゃうと正面向きのキャラクターとまるで違う人物になっちゃうのでこの比率っていうのは変えずに書いていただくっていうのがポイントになってきます。 そしてこの比率をですよ変えずに書ききるためにはじゃあ同源すればよかとですかっていう話なんですけどもこれ煽りの時でも説明したんですけど煽りを書く時にポイントになってくるのが横顔から古いイマジンしてねってあっあ,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 あって伝えたと思いますが俯瞰顔も全く同じでとリまー横顔からイマジンしてくださいねということになってきます。 煽りの時何が真逆になってくるのかって言ったら短く見える部分と長く見える分が真逆ですせということでございますまず短く見える部分どこなのかと言いましたらここですね眉毛と目の距離感これが短くなっていきますそしてあとは首ですよね首これ恥ずかしがり屋の首ですよって煽りの時にお伝えしましたがこれ 俯瞰になるともっともっと隠れるところがここ増えてくるので絶対的に短く見えるんですねっていうのがポイントですで逆に長く見えるところはどこなのかって言ったらここですね鼻になってきます花っていうのはまあ目から鼻までのこの距離感っていうのが長くなって見えますよという部分ですね ですのでこれも自分が書きてえなっていうキャラクターの横顔をまず書けるようになるっていうのがとても大事になってきます。っていうのも比率がそこではっきりと見てわかるようになるのでそこから比率を測ってで比率が分かったらその横顔を焦げなふうに倒していただいてどういうふうに見え方が変わるのかっていうふうに 研究していただいてそっから書いてもらえればよかかなと思いますあとはまあ俯瞰ってこうやってパッと見た時に難しいまあ実際激ムズじゃないですか僕ももう書いてておしっこちびりそうになったんですけども簡単な俯瞰の書き順もお伝えしていきますまず1つ目はポイントとして頭を大きく見えるぞということなんでとりあえずこういうふうに丸を書くんですねこれ頭をイメージして書いてくださいこの形ですね まあ、ちょっちあの楕円ですよね。少し斜め向きなので頭蓋骨って縦長なのでほんの少しえっ、ー、と,いいとベターかなと思います。でこの頭を描いたら今度はここポイントにですよね顔パーツが縮まっておりゃおりゃってお伝えした通りなので縮まって描くことが大事になってくるんですね。 で縮まって見える部分はこの人で言うとどこなのかって言ったらここじゃないですかでこの人の縮まって見える部分ってこういう形してるんですねこういう形ほらほらこんな感じですなので頭の楕円をちょっと大きめに描いてここの顔パーツの部分はこれどうですかと三角形に見えませんかという感じなんですよ 図形形の三角形をちょい足し,していただくようなイメージですただここの三角形は角度にもよりますが小さめで描いていただくとより不感感が出しやすくなるぜという書き順でございますもちろんここから顔のパーツをですよ描き加えていくだったりとかする必要があるんですけどもまずはまずはシルエットをしっかり描けるようになっていただいてそこから 顔のパーツを描くときは、この配置場所ですよね。比率は変わらないんだけども、短く見えるところ、長く見えるところを注意して描き進めていただくといいかなと思います。まあ、俯瞰のポイントはこんな感じになりますね。イラスト講座でよくある悩みをですね、YouTube で簡易的にポイントまとめてお伝えしてますので、よかったら興味がある方はチャンネル登録しておいてください。以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。あざした。